でしょうか。これは1920年代の日本で起こりました。秋田犬のハチが東京帝国大学農学部教授の上野秀三郎に贈られたのはまだ1歳にもならない子犬の時でした。上野教授は大学まで電車で通っており、ハチは毎晩彼を渋谷駅で出迎えたのです。1925年、ハチがまだ9ヶ月のある日、上野教授は帰ってきませんでした。大学で教授は脳一血を起こし倒れ急死してしまいます。しかしハチ公はその後9年間毎晩駅で主人を待ち続けました。2009年にハリウッド映画ハチ約束の犬が公開されると、この物語は一気に世界中に広がりました。ハチ公の物語は驚くべきものですが、実は非常に珍しいというわけではありません。まさにこの瞬間も世界中で何十匹もの犬たちが帰ってくるかどうかわからない飼い主を待ち続けているのです。主人が帰るかどうかはもはや問題ではありません。彼らにとって必要なのは自分の主人だけだからです。今回は日本のハチ公の物語のように私たちの心を打ついくつかの物語をお伝えします。これは最近2018年11月中国内モンゴル自治区フフホト市での出来事です。ある犬が飼い主の女性が亡くなった場所でもう80日以上も彼女の帰りを待っています。8月末から道路脇でこの犬の姿が見られるようになったそうです。犬を見かけるようになってからもう3ヶ月になります。雨でも晴れでもこの犬はいつもここにいます。感動してしまいますと、あるタクシードライバーは言います。彼によるとこの犬は8月21日の朝ここで交通事故に遭い亡くなってしまった飼い主を待っているとのことです。また道行く人たちはこの犬に幾度となく食べ物を与えようとしました。しかし犬は見知らぬ人々を怖がって逃げてしまい、人々が立ち去るとまた元の場所に戻ってくるのでした。この犬がいつか新しい家族に出会い新しい幸せな暮らしを始められる日が来ることを一緒に願いましょう。言葉では言い表せない戦争の恐怖と隣り合わせで暮らす人々の間では時として信じられないようなつながりが形成されます。そしてそれは人間同士だけの話ではないのです。テイラーは生涯アメリカ軍に仕えたラブラドール犬で、仲間の間ではテイラー王女とも呼ばれていました。テイラーはアフガニスタンを何度も訪れ、トム・ハンセン軍曹と彼の同僚を懸命にサポートしました。隊員たちが家に帰るとき、彼らは人生の中で最も危険な数ヶ月を共に過ごした犬と別れることになります。テイラーとトムにもその時が来ました。軍用犬が退役するとき、一緒に派遣されていた隊員はその犬を引き取る制度があります。しかしその手続きは非常に複雑で、また困ったことに大変高価で数千ドルもの費用がかかる場合すらあるのです。幸いなことにモリー・オリバーという裕福な女性は軍用犬と戦場での主人が幸せな再会を果たすべきだと考えており、彼らに助けの手を差し伸べたのです。2016年6月はテイラーが軍用犬のケージで過ごす最後の月でした。テイラーには新しい飼い主との穏やかな生活が準備されていました。テイラーは飛行機の中で数年ぶりにトムに再会できることを疑いませんでした。トムがいないことをひどく寂しがり、ずっと再会の瞬間を待ちわびていました。アフガニスタンではトムは銃弾からテイラーを守り、テイラーはトムの足元にあった爆弾を見つけました。トムとテイラーはお互いの命を何度も救い合ったのです。ついに2年間待ちに待った再会の時が来ました。真の親友たちの再会は涙なしで見ることは不可能です。この物語は悲劇的ではありませんが十分に感動的です。中国南西部の町のある地下鉄の駅では毎日主人が仕事から帰ってくるのを待っている犬がいます。この美しく忠実な犬に世界中の人々は心を奪われました。この美しい黄金色の犬の名前はションションと言い、中国語ではクマを意味します。年齢は15歳、犬にとっては相当な高齢だと言えます。ションションは8年間飼い主と一緒に暮らしています。そして毎日朝早く飼い主のチェンが家を出るときには彼を地下鉄の駅まで見送り、チェンが仕事から戻るまでの約12時間そこで待っています。チェンが改札から出てくるとシェンシェンは嬉しそうに主人を迎え一緒に家路に着きます。飼い主は言います。私たちの関係ができるだけ長く続くことを願っています。正直に言うと
あとどれだけの時間この犬と一緒に過ごせるのかは分かりません。もうすでにかなり年を取っていますから、毎年路上で膨大な数の犬の命が失われています。残念なことに、犬たちが毎日歩く道路は私たちが思う以上にずっと困難で危険に満ちているのです。ジングと呼ばれるこの犬が一体どのようにその公園にたどり着いたのかは誰も知りません。ジングはずっと同じ場所で通り過ぎる全ての人々の顔を覗き込んでいます。人々はこの犬は道に迷ってしまい、愛する飼い主を待っているだけだと思いました。それは珍しいことではありません。何度か幸運の女神がついに微笑んだかのような瞬間がありました。犬がいなくなったという飼い主がジングの写真を見て公園を訪れることがありました。ジングが飼い主に駆け寄る感動の再会があるかと思われましたが、結局何も起こりませんでした。ジングは人々が声をかけても反応せず、ただ悲しげな眼差しで見返すだけでした。また捕まえようとするとジングは逃げ出し、しばらくするとまた元の場所に戻るのでした。このままジングが公園に留まっているのは危険でした。周囲の交通量は多く、ジングは通りかかる人々の顔を覗き込むために急に走り出すことがありました。いずれ恐ろしい事故が起こるのではないかと人々は心配しました。やがてジングは捕まって保護施設に連れて行かれました。そこにいる間、ジングはじっとドアを見つめたままずっと座り続けました。そしてついに奇跡が起こり、愛する主人の声を聞く時が来たのです。その人がジングの飼い主であることに疑いの余地はありませんでした。保護施設の職員はその時初めてジングの幸せそうな表情を見ました。尻尾をちぎれんばかりに振り、飼い主との間の柵に飛びかかりました。ジングには他に多くの引き取り希望者がいて、新しい生活を始めるチャンスがありました。しかしながらジングに必要だったのは世界中でたった一人の飼い主で、彼の迎えだけを待っていたのでした。シェイラという名の犬の話が報道されると、すぐにこの犬はアルゼンチンのスターになりました。この犬はブエノスアイレス州の小さな町にある警察署の近くで、逮捕された飼い主を1年以上も待ち続けています。シェイラは昨年5月25日に初めてそこに姿を見せ、それ以来その場所を離れていません。どうやら飼い主を乗せたパトカーの後を追ってきたようでした。そして彼がここから出てきて一緒に家に帰ることを願いながら待っているのです。地元の警察官たちはシェイラの忠実さに心を打たれ、食べ物を与え始めました。シェイラは時々警察署で夜を明かすようになり、また警察官のパトロールに同行することもありました。しかし最後には必ず元の場所に戻って行きます。すべて我々が男を警察署に連行した日から始まりました。シェイラは後を追ってやってきて、決して帰ろうとしませんでした。今ではシェイラは私たちの家族の一員同然です、と警察署副署長のファン・ホセ・マルティーニは話します。シェイラは飼い主の姿を見ることも会うことも許されていません。数ヶ月前、ブルドッグがシェイラに襲いかかりました。警察官たちは攻撃的な犬をシェイラから引き離し、怪我をしたシェイラを動物病院へ連れて行きました。15日間入院することになりました。その治療費は全て警察署が支払いました。マルティーニは言います。飼い主が釈放されたらシェイラは彼と一緒に家に帰ることでしょう。そうしたらきっと私たちは寂しくなるでしょうね。とはいえこれはすぐのことではありません。飼い主は懲役3年半の判決を受けているからです。専門家の話によると、犬は非常に社会的な動物です。犬に最も近い動物である狼は複雑に組織化した群れで暮らし、そこでは高度なコミュニケーションが取られています。このような動物たちはお互いの存在を強く必要とします。例えば狼は仲間と協力して狩りを行います。まさにそうすることでヘラジカのような体の大きな動物を倒すことができるのです。良い友達はいつも忠実で、困難な時何が起こっても私たちの助けとなってくれます。そしてこれは特に人間の親友である犬によく当てはまります。残る課題は私たち人間が動物たちにとって同じように信頼できる忠実な友となり、何があっても相手を見捨てないようにしなければならないということです。